はい、では FF4 前回の続きですね。まあ、シルフの洞窟が終わったので、まあ、ストーリーに戻って、今回はクイーンの洞窟ですかね、行きたいと思います。クイーンの洞窟はどこにあるんでしょうか。どっちだっけ、クイーンの洞窟、ここだっけ。はい、じゃあ行きます。敵だ。ちょっとオートで気を済んで。グレイズ。ああ激強だった。やばい。まずい。相当強かった。全然倒せない。まずい。ああこれやられる。ちょっと逃げます。あーこれやられるわ。つえー半端なく強い。エレイズ、どうしよう、もう途中の敵が強すぎる。これ何、扉が襲ってくるって何。ターゲット、これはなんかまずい気がするぞ。倒せないかな、早く。HP が結構ある。おお、倒せた。よかった。経験値がそんなに入らないか。あ、宝箱ある。エーテル回、なんか装備できるもんがいいんだけど、どっちかっていうと。虎鉄、あ、下がってる、ダメだ、菊一文字の方がいい。わあ敵だー。敵か。こいつはさっきヤバかったやつじゃなかったっけ、確か。倒せた。いいね、クリティカル。最初の敵はすごい厄介だったな。これどうやって行くの。あ、ここにあった。で、扉を取ってくると。
使います。で、ここが、あ、宝箱か、ここは。はい、ポーションと。これ何？怪獣図鑑だったら別に取りに来なくてもよかった。はい。敵かよ。お、宝箱発見。フェニックスの顔。歩かせるね、だいぶ宝箱奥にして。光の剣、これは結構いいんじゃないか。あ、結構良くもなかった。ダメだな。カインは、カインはつけられないと。はい、わかりました。意味はなかったと。セーブポイント。一回ちょっとここでアイテムでテントを張ります。次のセーブポイントまで行きますかね。まあ、そこで切ろうと思います、動画。おそらく多分、途中のバトル、道中のバトルは倍速にしてるだろうから。はい。
2個。こてつ。と。黒ずきん、誰がつけられるの。あ、ダメだ。全然弱い。敵か。敵が現れないでくれ。敵はやだ。行け、このまま。もう行った。だから僕は行くこと。エッジがやられてしまった。あ、アリースすればよかったのか。宝箱だ。まずこれを取ろう。はい、ポーションとフェニックスなのか。敵か。あ、毒を追ってる。もうなんとか敵に合わずに来た。で、ここが敵かよ。はい。いいのが成熟の鐘、装備ではないの。敵かよ。さあ続いて。まだ扉くんとか。
こっちか。ポイントはちょっとここでコテージかな。この後ボス戦なのだと思いますので、コテージどこにある？あった。はい、ということで、まあ、封印の洞窟前半戦ここで切ろうかな。もう倍速でしてなければかなり今時間経っちゃってるんで、まあ、倍速でどんぐらい時間短くなってるかわかんないですけど、はい、ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回ね、この後半やっていきたいと思います。